小野真嗣は、静岡県沼津市出身のプロサッカー選手。J リーグ、北海道コンサドーレ札幌所属。ポジションはミッドフィールダー。元日本代表。ロマン枠としては、天才。FIFA ワールドユース準優勝。FIFA コンフェデレーションズカップ2001準優勝。日韓ワールドカップ GL1 位通過。UEFA カップ優勝。 アジア年間最優秀選手賞を受賞。FIFA 世界大会、UEFA クラブ国際大会のすべてに出場した、唯一の日本人選手である。小学生時代から、天才と呼ばれ、地元では名前を知られていた。10人兄弟のうちで6番目の子で、貧しい母子家庭で育ち、小学生時代は、サッカー少年団にも入っていなかったが、小野が一人でサッカーをしているのを見た。 少年団の監督から、お金はいらないからぜひ入ってくれと勧誘された。あと、12歳ナショナルトレセンに参加、すでにこの頃、同世代で突出したサッカーセンスを持ち、同トレセンに参加していた稲本純一は、ごっつい奴がいると斧のプレーセンスに舌を巻いていた。1993年に13歳で、U-16 日本代表に初選出され、以降も、 各年代の代表チームの中心選手として活躍した。1994年には第6回 U-16 アジアユース選手権で優勝し、1995年には FIFAU-17 世界選手権大会に出場している。清水商業高校に入学し、同級生には平川忠明、池畑洋介などがいた。一年後輩には 池田学がいる。チームの中心としてプレーしていたが、全国高等学校サッカー選手権大会には、静岡県予選で敗退し、本大会出場を一度も果たせなかった。高校3年時1997年の全日本ユース選手権では、準優勝、インターハイベスト16、他校の選手と合同チームを組んだ国民体育大会では、 静岡県選抜、少年男子の部で2年連続となる優勝を果たした。卒業に際しては、J リーグの13クラブからオファーを受け、浦和レッズに加入し、背番号は28を与えられた。1998年には、アジアユース選手権で準優勝し、自身も MVP を獲得した。韓国とのワールドカップ共催記念試合で、岡田武史監督に抜擢され、 18歳でフル代表初出場を果たした。その後フランス W 杯の日本代表に選出され、第3戦のジャマイカ戦で途中交代から15分間出場した。この試合ではファーストタッチで相手選手を小抜きでかわすなど好プレーを連発した。18歳と272日でのワールドカップ出場は日本代表史上最年少であり、 今日まで破られていない。浦和では、デビュー2戦目の横浜フリューゲルス戦でプロ初得点を上げた。このシーズンは、合計9得点を上げ新人王と、J リーグベストイレブンを受賞した。1999年は、浦和での背番号を8に変更した。ナイジェリアで開催されたフ、FIFA フワールドユースでは、決勝のスペイン戦は累積警告で、出場停止となったものの、 キャプテンとして、準優勝に貢献し、ベストイレブンにも選出された。7月5日に行われた、シドニーオリンピックのアジア地区一時予選、タイフィリピン戦において、相手ディフェンスに、後方からのタックルを受け、左膝靭帯断裂の重傷を負った。この怪我により長期離脱を余儀なくされ、リーグ戦の半分以上を欠場した。リハビリを経て復帰したが、この怪我に由来する。 慢性的な痛みや故障の頻発を抱えるようになり、日本代表に定着できない時期が続いた。浦和も成績が低迷し、J2 に降格した。2000年はコンディション不良が続きシドニーオリンピックの本大会メンバーには選出されなかったが、アジアカップレバノン大会の日本代表に選出された。 クラブの J に降格に伴い清水エスパルスを始めたチームから獲得オファーがあったがチームへの残留を決断しクラブ史上最年少のキャプテンとしてチームを牽引し最終節で J1 昇格を果たした2001年には日本で開催された FIFA コンフェデレーションズカップ2001において日本代表のレギュラーとして準優勝に貢献した J1 のファーストステージ終了後にオランダリーグの強豪クラブであるフェーノールトへの移籍が決定した。UEFA カップ2001から02決勝、ボルシアドルトムント戦のスターティングメンバーフェーノールトでは背番号14を与えられた。2001から02シーズンに加入するとすぐにスターティングメンバーに定着し、5月には UEFA カップ準決勝でインテル相手に、 アウェーで一ート戦勝。ホームでも2二と勝ち上がり、決勝では AC ミランを大差で破り勝ち上がってきたボルシアドルトムントを破り優勝。プロイリアと初となる所属クラブでのビッグタイトル獲得となった。6月には日韓ワールドカップでの日本代表に選出され、中水への患いながらも全4試合に出場し、日本代表として史上初のベスト16に貢献した。 フェイエノールト移籍後は、ベルトファンマルワイク監督により中盤でゲームを組み立てる役割を与えられ、主に守備的 MF でプレーした。2002から03シーズンの8月に行われた2002から 03UEFA チャンピオンズリーグ予備予選で、トルコのフェネルバフチェと対戦し、ホームとアウェーそれぞれで決勝ゴールを奪い、チームを本戦へ導いた。新たに、 日本代表監督に就任したジーコにも招集され、初戦でもゴールを決めた。これらの活躍が評価され、2003年には、アジアサッカー連盟から2002年度の年間、最優秀選手賞を贈られている。2003から04シーズンは、左足首骨座賞など、負傷欠場が多く、クラブもタイトルを獲得できなかった。日本代表でもコンフェデレーションズカップや親善試合を、 怪我で辞退している。2004年も前年からの怪我の影響もあったが、復帰後すぐに、日本代表に招集され W 杯三時予選突破に、貢献した。欧州遠征にも参加し、イングランド戦では、ボランチとして出場し、アウェーにおける、ベストメンバーのイングランドを相手にゴールを決めるなど、活躍した。アテネオリンピックには、オーバーエイジとして出場し、一時、 リーグ3試合で PK による2得点を挙げたが、決勝トーナメント進出はならなかった。2004から05シーズンは、ルートフリットの下で、フェーノールト在籍4年目を迎えた。日本代表やアテネでの過密日程の影響もあり、負傷が多いシーズンになった。このシーズンはフェーノールト在籍期間中で最も多い7ゴールを挙げた。2005から06シーズンは2005年。 W 杯最終予選バーレーン戦前の練習中に疲労骨折し、さらに以前の怪我の再手術もあり、シーズンを棒に振った。コンフェデレーションズカップも欠場した。フェイエノールト在籍5年で欧州サッカー連盟主催の国際大会に7回出場。これは2017年に香川真嗣に更新されるまで日本人最多であった。 2006年1月13日に浦和への復帰が決定し、1月26日に正式契約を結んだ。背番号は18を与えられた。6月に3大会連続となるドイツ W 杯日本代表メンバーに選出され、初戦のオーストラリア戦で交代出場を果たしたが、交代直後に3失点し逆転負けを喫した。この大会での出場はこの試合のみに終わった。 12月に天皇杯準々決勝の十尾ビロ岩田戦で途中出場し、一時は逆転となる2得点を決め、続く準決勝の鹿島アントラーズ戦では先発出場し、先制得点を挙げ、ロブソン・ポンテとのワンツーから決勝点もアシストする活躍で天皇杯優勝に貢献した。リーグ戦では怪我の影響。 守備を重視するギドブッフバルト監督の戦術により、レギュラーとして出場できない試合もあった。2007年は、サントス・アレサンドロが、オーストリアのレッドブル・ザルツブルクに移籍したため、背番号を8に変更した。6月30日の岩田戦における、直接フリーキックとループシュートによる2得点など、天才的なプレーを見せることも多かったが、 ブッフバルトに引き続き守備的戦術を採用したホルガーをジェック監督の方針のため途中出場することもあった。2008年1月に浦和からドイツ分でスリーガの VFL ボーフムに移籍した。2007から08シーズンのデビュー戦となったベルダーブレーメン戦では途中出場ながらにアシストを決め勝利に貢献した。怪我の影響もあり。 先発機会は少なく、途中出場が多くなった。2008から09シーズンは、キリンチャレンジカップのウルグアイ戦に2年2ヶ月ぶりとなる代表復帰を果たした。ペナルティーエリア内に走り込む中村健吾に、得意のダイレクトスルーパスを通し先制点の起点になるが、試合は敗戦した。この試合後監督の岡田は一部の選手に、見切りがついたという趣旨の発言を残し、 これ以降、小野は代表に招集されなかった。ボーフムでは、9月に監督が交代後からスタメンでの出場が増え、ボランチやトップ下でプレーし、ハンブルガー SV に勝利するなど低迷するチームの浮上に貢献した。校長を維持していたが、シーズン中に移籍することになる。なお、その後ボーフムは二部に降格している。高校時代から獲得の意志が強かった。 清水エスパルスからのオファーを受けて2010年1月に移籍を決めた。背番号は当時自身の年齢であった30番を選択した。ベテランとしてチームをまとめ、インサイドハーフのポジションを確保したが、W 杯のメンバーには選ばれず、連続出場記録は3位で止まった。優勝は逃したが、リーグを首位で折り返し、天皇杯も決勝に勝ち進む活躍を見せた。 2010年 J1 第30節の湘南戦の得点はゴール破損による中断のため前半のアディショナルタイムが10分以上ありゴール時間が45プラス13分という珍記録となる2011年から首相に就任2012年9月28日オーストラリアエリーグのウェスタンシドニーワンダラーズ FC に移籍 アレッサンドロ・デル・ピエロ、エミール・ヘスキーラと共に A リーグにおいて高い注目を集められた。1年目は26試合で8ゴールを挙げ、チームリーグ参入初年度でのレギュラーシーズン優勝に貢献した。また、ファイナルシリーズ準決勝のブリスベン・ロアー戦で決めた、ループシュートは、相手チームの監督やフェイノオルトで共にプレーした、ピエール・ファン・ホーイドンクがツイッターで、オノのゴールを絶賛している。 また、シドニー FC とのシドニーダービーで合計2得点を挙げている。ユニフォームの選手ロゴは、シンジ1年目の活躍で、A リーグベスト11と日本総領時間の在外交換調表彰を受け明ら。2年目は、J リーグ王者のサンフレッチェ広島を破り、ACL ベスト8進出に貢献。チームから、シーズン MVP、パラマタシから、 名誉市民賞を受賞した。2014年1月16日、J2 のコンサドーレ札幌と仮契約、6月から加入予定であることが発表された。同年6月8日に北海道入りした際には、新千歳空港で200人のファンと40人の報道陣に迎えられ、翌9日に札幌テレビ等歌で加入会見を行った。2014年シーズンは、 怪我の影響もあり7試合のみの出場でとどまった。2015年シーズンも怪我で出遅れたが、10月5日に行われた東京オベルディ戦で札幌遺跡後初ゴールを挙げた。2017年4月2日、第5節のバンフォーレ甲府戦では途中出場から J1 に1709日ぶりに出場した。 2019年8月5日、J2 の FC 琉球に完全移籍することが発表された。8月10日の対浦和戦まで札幌の選手として在籍し、翌11日に琉球への入団会見を行った。背番号は7。2020年シーズンは足の怪我で、先発出場は1試合に止まり、12月25日に対談が発表された。 2021年1月1日、古巣である、北海道コンサドーレ札幌へ完全遺跡で復帰することが発表された。背番号は、前回札幌に所属していた時と同じ44。同年6月9日の天皇杯2回戦のソニー、仙台で自身公式戦4年ぶりとなるゴールを、直接、フリーキックで決めた。この得点は、 天皇杯での最年長ゴール記録となった。中盤の攻撃的な位置から攻撃を組み立てる、ゲームメーカー、チャンスメーカーである。また、ボールコントロールの正確さから、ボールと会話できる選手と呼ばれる。両足ともに精度が高く繊細なボールタッチを持ち、主に、ダイレクトプレイでテンポよくゲームをコントロールする。受け手に優しく柔らかいパスは、海外移籍前の日本では、 エンジェルパス、移籍後のオランダでは、ベルベットパスと称され、多くのアシストを記録している。また、FW ではないもののシュート技術にも引いてており、小学校時代以来 GK との一対一の場面や、PK でシュートを外したことがないと言われている。かつては、中盤の激しいプレスを求められる現代、サッカーにおいて、目立った、運動量や、献身的な動きが少ないことが、 最大のネックとされていた。そのため持久力がないと思われがちだが、2010年から所属する清水エスパルスや過去の代表合宿でのインターバル層では常にトップ3位内にいる。実際にはオランダでのディフェンシブハーフ起用、代表でのサイド起用など運動量や守備の負担が大きい位置での方が好成績を残している。清水エスパルス移籍後は 運動量や守備にも磨きがかかり、さらに攻守で貢献するようになった。走るスピードもファン感謝デーで見せているように、瞬速である。その他の公式戦その他の国際公式戦、ありがとうございます。